内庁に何が起こっているのか。なんと、とんでもないものが送りつけられた。以前も包丁レターパックに詰めて意味不明な手紙と共に送られたとありましたよね。それの続編で、なんと、その愛知県に住むアルバイトの20代の男を、包丁を20本も送りつけてたんですね。不気味なことに、彼なんかおかしくて、1本ずつですね。包丁20本を一気に送らずに、よく怪我しやんかったよね。よかったですよね。職員の方も、配達の職員の方も。1本ずつレターパックに入れて、それで送られたっていう、非常に怖いですよね。先月25日に宮内庁に包丁などを送って、威力業務妨害の疑いで逮捕された男は、翌日にも20本の包丁を宮内庁に送りつけていたなどとして、再逮捕されました。で、中には、支離滅裂な手紙がいっぱい入っていったと。本当にそれは支離滅裂な内容だったんでしょうか？おそらくメディアは隠してますよ。絶対言わないでしょうね。その手紙には複数の皇族の名前が書かれていたそうです。どこを指しているのかは、大体、想像、批判するところなら、ちょっとあそこぐらいしか思いつかないなと、そういうふうにしか私は思いませんけども。国警察本部によりますと、再逮捕されたのはこんな物騒なことが起こるわけですね。愛知県に住むアルバイトの20代の男ですと、20代の人が、しかもバイトできてるし、精神を錯乱してたとか、かなり知能に問題があるとか、精神障害であるとか、そういう感じだったらアルバイトできないですし、無職の20代の男になると思うんですけども、アルバイトしてる20代の男じゃないですか。そんな尻滅裂なわけがないと思うんですよ。だからここで矛盾がおかしいわけです。このニュースが隠してるようにしか見えない。男は先月26日、2種類の包丁20本それぞれ1本ずつレターパックに入れて、宮内庁に送りつけてたと。送った包丁の数は21本なんですよ。し、わざわざ別々に分けて送ってる。何か怖さを感じますね。で、私思うのは、この21本の数字っていうのは、何らかの意味を持ってるんじゃないのかなと。21本も何も考えずに送ったとしても金かかるだけじゃないですか、それって。レターパックもいつ、あれ、高いですよ。300円ぐらいしますよね。300円から450円ぐらいするんじゃないの？で、包丁なんて1本17センチとかでしょ？1000、2000円、安くてもするわけですから、2万円ぐらい。結構もう3万ぐらいかかってくるんじゃないですか？ 2 万6000円から、5万とか、そんぐらいいっても全然おかしくない。安くて2万5000円ぐらいでしょ。2万5000円もかけてる。そんなしますか？何らかの意図もなく、何らかの多分メッセージ性はあったんじゃないかな。そのように思いますね。これは犯人の供述を聞かないとわかんないんですけども、21っていう数字が何を意味してるのかなと。今、皇族の方の数は15人で、天皇上皇、陛下含めて17人なんですけど、それではないわけ。皇族の方が、いわゆるね、天皇上皇を除いたら21人になったケースっていうのもあるんですけども、それが紀子妃殿下が婚姻された時ですけどね。これが21なんですけどもね、それはちょっとこじつけなんでね。こっから陰謀論作れますけど、21って何なんですかね。単純に意味がないのか。で、すべてに複数の皇族の名前が書かれた支離滅裂な内容の A4 の紙が入っていたと。いくら恨み抱いても、こういう行為をするのは良くないですね。こんなことで人生棒に振るったらもったいないですよ。それこそ言論とかで戦った方がいいと思いますよ。こんな実力手段に出るんじゃなくて、送ったところで意味ないわけですから、捕まるだけですから、賢明な判断ではないですね。言語道断かと思うわけですけども。で、男は先月25日に、宮内庁におよそ17センチの包丁1本と手紙をレターパックで送っていた、もうすでにやってたわけですね。で、男は間違いありませんと容疑を認めているということで、だから責任能力みたいなもんあるでしょ？なんか喋ってるっぽいですけども。それいります？航空警察は警視庁と合同で慎重に捜査を務める。責任能力ないとかどうやって決めるんですかって。で、航空警察によると、男は自分の名前や住所を書いたレターパックで、包丁などを送りつけていましたと。わざわざレターパック匿名にするんじゃなくて、自分の名前とか住所を書いてるってことは、しかも愛知県ですよ。かなりメッセージ性が強いんでしょうね。しかも21本も送ってますし、金かけて。そこに何らかの意味が込められてるんでしょう。その意味を公表していただきたいんですけどね。支離滅裂って言って隠すんじゃなくて、
多分例えばエーミア殿下の批判であったら尻滅裂な内容になるんですかね。取り締まりに対し容疑を認めていますと。男は事件の前日にも宮内庁に包丁一本送りつけて業務を妨害したとしてすでに逮捕されていましたと。この行為やる時点でろくでなしなのは間違いないですけども、許されるべき行為ではないですし、それさすがにやりすぎっすね。なんで怒ったんだろうって思いますけど、うん。それは血迷ってますけど、ここまで国民の不満が溜まってるのかな。そういうふうに思っちゃいますよね。まあしかし不満でもやっぱり言論で叩かないとダメですよ。それは実力手段で転覆させるみたいな共産主義じゃないんですから、皇宮警察本部と警視庁の合同捜査本部は20日、愛知県在住の20代のアルバイトの男、威力業務妨害容疑で再逮捕し発表したと。間違いありませんと容疑を認めていると。男は先月、包丁とともに皇族を批判する内容が書かれた手紙を宮内庁に送りつけたとしてですね、皇宮警察本部に同容疑で逮捕。同本部によると、男は先月26日午前10時頃、宮内庁の皇居内の宮内庁に刃渡り十数センチの包丁計20本とパソコンで打ったような手紙計21通を、やっぱり21通が気になるよね。計21通のレターパックで送りつけて、一本一本に分けてるんだよね。で、犯人はどういう気持ちで準備したのかなっていうのはね。で、どういう気持ちでその21通もレターパックを郵便ポストにね、投函したのかっていうのがね、ちょっと気になりますね。なんで住所と名前を書いてたんでしょうかね。だから本当になんか伝えたかったんでしょうね、多分ね。ただ脅かすだけだったら指紋消して名前も書かずに送ったらさ、判明するまで結構時間かかるじゃないですか。送られてるポストとか調べたら多分ね、そこからポストからでも監視カメラ洗えばすぐわかると思うんですけども、うん、まあでもそれをしなかったということはね、よほどなんかを伝えたかったのかな。レターパックで送りつけて職員の業務を妨害したことが、だからまあ、あの刃物が余計やったね。うん、手紙だけだったらよかったのにね。職員の業務を妨害した疑いがあると。手紙には複数の皇族の名前が書かれて、尻滅裂の内容だったと言って、合同捜査本部が刑事責任能力の有無を調べていると。うん、まあその、どうなんですかね、宮内庁がですね、まあ国民のね、聞く耳を持たないですからね、そういう実力手段にですね、この犯人がね、出てしまったのかな。まあそういうふうにですね、まあ思わなくもないですけども、まあダメなもんだよね、ですから、はい。まあそういうわけですね。まあただ、まあこういう風になってしまった。まあこんぐらいね、不満が溜まってるっていうのをね、まあ宮内庁さんであったりね、いろいろね、考えていただきたいなと。まあそのようにね、思いますね。はい。というわけで以上で、それでは皆様ご一緒に、地下室、まあ怪我人が出なくてよかったですね。はい。それは不幸中の幸いだと思いますけども。はい。じゃあ地下室、バイバイ。